ヤクルトは開幕投手候補大本命のエース小川がコンディション不良で離脱する中、その最有力に浮上したのが一昨年のドラフト1位吉村。昨シーズン3割近く打ち込まれたストレートの質向上をテーマに掲げ、キャンプでは投げ込みを続けてきた中、今日は確かな成長を見せます。初回から自己最速の153キロをマークするなど、ストレートで押し込むと、低めにコントロールされたストレート、今度は高めいっぱい、威力抜群のストレート。昨シーズンから平均球速も3キロアップと、進化したまっすぐがうなりを上げます。その後もストレートを軸に切れ味鋭い変化球も織り交ぜ、5回1失点。飛躍の2年目を誓う吉村が初の開幕投手の座を手繰り寄せました。